元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。はい。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって。ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。こっち大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまりの二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。当てれこはしない。こんなやつ認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。
屋敷内を一通り映して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵の数話ゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ？最高だ。待ってるか。よし、行くぞ。ちょっとどいて。しまった。先どうぞ。で、ミア、ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには。あいつ、他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。確かこっちのはずよ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。分かった、それじゃあちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ミア、そっちで会ってるのか？あの一家が食事を運んできたから、覚えてるの。
ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれる。ここにドアがあったの。信じて。ミア、なんでこんな。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って、早く。安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。
な気分か教えてよ。家族だ。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいどげ曲がると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。なんだい、このクソ野郎が。吐きやがったよ、ジャック。こんな吐きやがった。うるせえぞ、バカルト。せっかく作ってやったのに。なんだい、吐きやがって。あのクソ野郎、許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがった。こいつは我々にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。クソ邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。
だディナーが終わってないのに出ていくつもりか。わかったよ、そこで縮こまってな、後で捕まえてやるからよ。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。わかった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。こっちだ。おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ、この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ、何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だろ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。はい。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ、閉めるんじゃない。やめろ。仕方ない、お前もここぶっ殺してやるぞ、この腐ったら野郎。さっさと逃げた方がいいぞ。何しやがる、どうしてくれるんだよ、このクソ野郎めが。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。
どうだ、驚いたろ。こんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力を。どうだ、生かすだろう。正気かよ。お前はここで死ぬんだ。
やったね。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。わかった。どこにあるんだ。それがわかれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと休館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。休館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。わかった。でも母さんもそこにいると思う。母さん。気をつけて。みんなあんたを探してる。おい、嘘だろ、マジかよ。くそ。ここには入るがついたはずだよ。Yeah.
多分これだ。どう？血栓は見つかった？お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった？悪かったね。で、血栓は？いや、まだだ。でも作る材料なら分かった。D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭？頭なら持ってたと思う。本当か？でも腕の方は分からない。急患は全部調べた？いや、まだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ探してみて、見つけたらトレーラーで会おう。今のは何だ？何かあるな。こっちだよ。帰ってくるなよ。こっちに来ないで。マジかよ。多分これだな。
元に戻りたいやつ
ばっかじゃねえってあいつに教えてやろうと思っただけだよ。ゾイはどうしようもねえバカだ。あいつは俺が戻りたくねえってことを分かっちゃいねえ。親父がお前らを見つける前なんかにはな。みんなが昔に戻りたいわけじゃねえんだ。だからいいさ、いいさ、いいか。お前なんかがいくら必死になってこんなボロ屋の中を探し回っても、お前が手に入れたがってる材料なんてもう何一つ見つけられやしねえよ、いいさ。結成を作りたいか。なあ、そうだよな。俺んとこに来ねえとな。わかるか。ほら来いよ。こっちに来てみろ。クソ。こんなことがやるで、それに気づくなんて。気をつけろよ。ああ、そうだった。そいつのこと言ってなかったよな。ヨーヨー、パスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや待て待て、0621だ。あー待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。タッチッタッチッタッチッタッ死んでくれよ。ピロー
しいか。ここらでちょっとしたゲームと行こうか。と言ってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーサン、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いやまあ、よくわかんねえけど。見つけたぞ。待ってろ、ミア。ゾイか。ゾイ、俺は後にして、今は時間がない。材料は両方持ってきたの。ここにある。これで作れるか。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る。もうすぐ来る。オッケー。二人分あるね。結成を作った後はどうするんだ。外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。でも結成を打たないと私たちは出られない。ちょっと、一つは私のだよ。何をしている。道に戻せろ。お前は一歩で話してるんだな。Oh, my God.
さすがにもう終わりだろう。イーサン、こっちよ。こいつに決定を使って。お前、こいつを助ける気か。大丈夫？はい、行こう。ミアが待ってる。結成を使った。あと一本しかない。残ったのは一つだけ。一人分しかないなんて。これからどうすればいいの？いいんだ。逃げるなんて考えがバカだった。でもゾイ、もういい。二人ともさっさと行って。一緒に行こう。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家。ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない。誰も助けになんか来ないくせに。イーサン、ありがとう。他に誰を選ぶっていうんだ。イーサン、ミア、辛いのは分かってる。でも話してくれ。君が関係してるんじゃないのか。なあ、本当のことを言ってくれ。イーサン、本当に何も覚えてないの？頼むよ。あれは船か。どうしてこんなところに。おい、大丈夫か。今のは何だ。ママ、こっちだよ。ここ、イーサン。
今のは何なの？思い出してきた？何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ。これ見て。何？どあれ、どんどんひどくなってる。きっとやつに攻撃されたとき感染したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう、あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？過剰代謝してる。リセットしなきゃ。
ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリン。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言った？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリン。あなたのママになるから。エブリン、待って。見つけたか？ええ、でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。言った通りだ。大丈夫なの？今お前はエブリンに集中しろ。館内の緊急保安システムが作動しました。どうやってここに来たの？エブリンは？あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。奴はお前を信用してる。あのクソガキ俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。あら、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って、あら。エブリン、やめて。今すぐやめるのよ。俺にさんだ。これからはずっと一緒だよ。これで思い出した？ええ、エブリン。思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になんてならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。
あいつが待ってるよ。ためにやってほしいことがあるの。リーさん。リーさん。リーさん。おい、心配しなくていい。傷つけはしない。今まで
と自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ。あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い、俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったらもう抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。エブリン、やめて。イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようか。やめて。彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。ミア、どうした。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して、これを持って行って。なんだ。待て、おい、何する。何のつもりだ。あなたを助けんの。早くここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ。ミア、やめろ。どこに隠れてある。
私に構うな。全部お前のせいなんだ。イーサン、安心して。大丈夫、私よ。傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。Yeah.